今日も元気な破産者です。この間、新卒の子って面白いなと思ったことがあったのでお話しします。当時、事務所には僕と新卒の子しかいなくて、二人とも黙々と仕事をしていたんですが、僕がトイレに行きたくなり、ちょっとトイレ行ってくるわと言ってトイレに行ったんです。トイレに入って便座に腰をかけた瞬間に、事務所の電話が鳴る音が聞こえ、その電話を新卒の子が取ったのですが、どうやら電話の相手が社長だったみたいなんですね。トイレと事務所の距離は近く、新卒の子が社長と電話をしている声がよく聞こえるのです。どうやら、吉井でいる?と社長に聞かれたようで、新卒の子は、少々お待ちくださいませと言い、トイレに近づいてくる音が聞こえてきます。おい、まさか、トイレに来るわけじゃないよな、と僕は思いましたが、案の定、新卒の子はトイレの外から、吉井さん、社長からお電話ですと、でかい声で言ってきたのです。それに対して僕は、ごめん、今トイレだからすぐに折り返しますって伝えてもらえる?と伝えたところ、また僕の伝え方が悪かったんです。新卒の子は、すみません、吉井さん今、トイレですってそのまま素直に伝えちゃったんですね。僕はトイレででかい方をしながら、って頭を抱えてしまいました。新卒の子ってこんなにも素直なんだなと思いました。僕も昔はそうだったんだろうなと思いながら、トイレを出た後、その新卒の子を指導させていただきました。いや、お客さんじゃなくてマジでよかった。